上智 vs マーチ、これは悩みますね。上智の方がむずいと思うんですけど、どこと比べるかもね、楽しみにしてもらえればと思います。武田塾チャンネル。武田塾教務部長の中森です。武田塾教務の高田です。大学対策企画、今回は上智大学経済学部経営学科と明治大学経営学部、こちらの英語を比較していきたいと思います。難易度の高い長文を読むスピードに自信があって、解く問題と捨てる問題の判断が瞬時にできる人向けの上智と、会話文が得意な人、オーソドックスな出題傾向でしっかり高得点が取れる人向けの明治大学経営学部の英語、こちら比較していきましょう。ということで、はい、上智と明治ですね。はい、まあ、明治といえば、マーチの中でも難しい大学、で、上智といえばね、こうなんか総慶とマーチの間ぐらいなイメージですけど、英語はむずいっていう。なるほど、ね、まあそうですね、上智、上智の英語は難しいイメージがあります、まあ、さらにこの2つはね、実はかなり場所が近いんですよね。はい、はいはいはい。まあ、明治はね、いくつもキャンパスありますけど、北の水のキャンパスと四ツ谷がね、実は電車で一駅で行けるっちゃ行けるっていう、上智大学は四ツ谷駅になりますからね、近いと。はい、この近くでね、問題の傾向も近いのかと、関係ないだろうって話なんですけど、はい、どんな感じなのか見ていこうって感じですね。はい、はい、お願いします。ではまず最初、拝見から見ていきたいと思います。はい、上智大学経済学部経営学科の英語に関しては全部で350点満点中、英語の拝見が150点です、で明治大学経営学部も同じく350点満点中、英語の拝見が150点。なるほど、はいはい、で次、試験時間と大問構成ですね。うん、上智大学の方は試験時間が90分間、大問8題出てます。大問1が会話文の長文問題、大問2から大問6が長文読解問題、大問7が文法語彙問題、大問8も長文読解問題と、そういう形式になってます。はい、多いですね。はい、90分だからね、これセンターで10分長いだけでこんだけ量多いと。はい、で続きまして、明治大学経営学部の方は試験時間70分間、大問は4題です、大問1、大問2が長文読解問題、大問3会話文問題、大問4も会話文問題という形式になってます。すごい少なく見えるけど、これが普通だもんね。そうですね明治大学が決して少ないわけではなくて、これがスタンダードで上智が多い。普通だよね。はい、じゃあ特徴を見ていきましょうか。いやもう上智はさ、はい、見た瞬間わかるじゃないですか。はいはいはい、大問の数ですよ。お、90分で大問8台ってことは1台あたり平均10分少々なわけじゃないですか。そうですね、確かにそう考えると。しかも大半長文ですよでこれ設問数も70問とか75問ぐらいあるんですよね。はいはいはい、だから基本1問1分なんですよ。ハードっすね。もうめちゃめちゃハードで、はい、ただその手間かかる問題とパッといける問題とか、割と判断がしやすいっちゃしやすい、割となんかむずい問題はめっちゃむずいから、結構その問題を割と捨てる判断がちゃんとできれば、その分時間が回せるわけじゃないですか、っていう風にやっていく感じの問題かなとは思いますね。一方、明治大学経営学部の方は、出題傾向はオーソドックスです。で、長文読解の中では内容1問題もちろん出るんですけど、空所補充問題とか文法の知識を試す問題が比較的多めでした。なので英文法の参考書や15条で基礎の知識をしっかり確認しておくことが必要です。で、会話文問題が、大問3が短い会話文、大問4が長めのがっつりした長文形式の会話文問題が出てるので、会話文の対策が非常に、効果的な大学になります。はい、ただまあ70分で大問4題なんで、上智と比べると比較的時間の余裕はあるのかなと思いますね。なるほど。はい、いやまあね、上智の英語って大体みんなその過去問入った人たちが言うのはやっぱ終わんないっていう話をすごいしますよね。そうですね。はい、で明治はやっぱこう特にマーチレベル終わった人が挑んでも、はい、まあ、結構難しいっていう意見が多くて、逆にその難しいって言わない人は総計レベル入っても割とスッといける人な感じなので、明治はマーチレベルの完成が結構必要かなっていう印象ですよね。上智の場合、とにかくスピード、速読力も鍛えていかないといけないので、その速読の対策とかもやっていく必要がありますね。多分ね、初めて解く人は30分ぐらいオーバーしても全然おかしくないとか、人によっては倍ぐらいかかったケースもあるんで、ただ読むの早くなればいいんでしょって感じでもないですよね。やっぱちゃんとどうやったら間に合うかとか、どこはこう最悪捨ててもいいかみたいなことを考えながらやってみないといけないですね。はい、高田先生、ちなみにどっち受けたいですか？明治です絶対明治です。なるほど、じっくり丁寧に高得点を狙っていきたいですね。なるほど、
僕意外と上司みたいな問題好きなんですよね。え、どういうことですか。いや、なんか退屈する間がなく終わるじゃないですか、入試が。あ、確かに、はいはい、時間余ると嫌なんですよ、僕なんか入試で。なるほど。なんか確認しようとか思うんだけど、確認すると答え変えたくなっちゃうんですよね。なるほど、なるほど。だからもう走り切って終わるみたいなぐらいの時間がちょうどいいみたいな。まあね、上司の方が難しいのはなんとなくみんな分かってるとは思うんだけど、まあ、傾向結構違うから、そこもね、ぜひ見てもらえればと思いますね、はい。まあ、アンケートも、ありますので、ぜひね、皆さんどっち受けたいかっていうのも、考えてもらえればと思います。はい、ということでした。今回は以上です。武田塾公式アプリルート武田ができました。入試までどんな参考書を使えばいいかがアプリで分かります。カリキュラムや参考書の使い方などを一目瞭然です。ぜひインストールしてみてください。